遅くなっちゃった。せっかくおしゃれしてるし飲み直して帰りたいけど、この辺りってん？この時間ににぎわっているな。鉄板焼き粉らっしゃい。入っちゃう。飲み直しはビール。そんなことなかったって。ウニクレソン、お待たせしました。ウニクレソン、密かに広島名物になりつつあるやつだ。ウニクレソンください。はい。でもどんなものかしら。バターね。大量のクレソン。バター炒め。ウニ。なんだなんだ、すごく美味しそうじゃん。はい、お待たせしました。これがウニクレソン。まずはバゲットに乗せないで。クレソンの苦味も程よく消えて、生のウニよりウニらしい香り。珍しいものの寄せ集めかと思いきや、脳の奥底に持ってた美味しさのピースがぴったりハマる。初めて食べたのにこの美味しさを知っている。ウニの贅沢な使い方なのに、こんな庶民的雰囲気のおつまみメニュー。ウニクレソン美味しかね。ふふふ、そうでしょう。そういえば値段、しょっちゅうは頼めないな。今度みんなにも教えてあげよう。